災です。防災ですね、うん、はい、きっとねこういう感じだと思うんですよ、うん、あの、まあ、避難所の、避難所のね、そう感じね、そう、あのね防災の、うん、あのね、なんか被災したよって言った時に体育館とかにあるじゃないですか、うん、はいはい、あの避難所ね、うん、あ、きっとね、きっとこんな感じなんだろうなっていう、でこういう木の板とかで、うん、なるほど、ね、区切って、うん、なかなか、うん、窮屈ね、窮屈ね、まあね、自由がない感じでね、うん、これだともうプライバシーが、うん、ほんとね、ね、うん、そんな感じでさ、はい、今日も、はい、そうですね、うん、被災、違う、防災、はい、うん、前回、あの保存食だったりとか、はい、そういうのをね、紹介する回もありましたけどね、はい、まあ、もし、ね、自分らもね、うん、もしそういう場面に遭遇したら、はい、うん、どうなるのかっていうことで、はい、あの前回 D が、はい、あの選ばなかった、うん、この5番ですね。5番。ででん。ででん。こっちか。こっちの方がいいか。こっちの方がいいか。こちらで。こっちの。うん。そっちね。この5番を、うん、あの実際開けてみたいと。なるほど。思います。はい。はい。うん、開けてください。かしこまりました。開け方は前回の動画でご説明してるので開けれると思います。やっぱりね、こういうね、テーブルもね、ちょっとあの仮説的なものなんで、多分だろうけど、ここから開けるのか、あれちょっと待って、握力弱い方の方が、ほら、うん、ここに、うん、PWC、 あ、ほら、ここにシールしてる、ここに三角になってる、ここ、ほうほう、ここを引っぺがせばバリッといくよっていう、なるほど、そう、で、おう、ててーん、素晴らしい。で、中身はなんか乾燥した感じの匂いがします、まあ、やばい、乾燥したあれの匂いですか、こんな感じ、ほう、ほう、こんな感じで入ってます、じゃあ、オープンザ、中身、中身、中身、これ、お、すごい、お、それ、これ、これ、これね、子供か、マジか、取られた、お母さんもう一個くださいみたいな状態になるやつや、これはね、あの、うん、一世帯一、はい、一つ、これが一世帯に一つ、あ、まあそうなるか、例えばね、うんうんうん、ね、なるほど、そうしたときに、うん、今ほら、うん、ね、自分たち2人だからこれを、ね、うん、仲良く、うん、これもらったらいいみたいななれるけど、うん、そう、取り、そう、はい、ね、うん、できるけどやっぱりね、うん、たくさん家族とかいたらね、うん、これうまくね分けていかないと、なるほど、うん、はあ、ちなみに何が入ってるんだこれは、一個ずつ、一個ずつ見てみようか、これ何？おしゃべっていいやつ？それトルティーヤのプレーンってやつ。トルティーヤのプレーン、トルティーヤズプレーン。なるほど。うん、トルティーヤ。トルティーヤ。トルティーヤ。はい、これ豪華だね。豪華ね。すごいね。じ、う、ゃ、ん、これなんだろうね。これ何それ？多分これメインだね、きっと。メインディッシュ。その色のパッケージがメインディッシュ。ほうほうほう。で、なんかオレンジで書いてるよ、ほら。ほう、チックチャンクスホワイト、ほい、うん、05、ほう、05、でも901793って書いてある、うん、90年の17月の93日って違う多分そういう日付はないや、あ、なるほど、なるほど、うん、なんかあるんだけど、うん、企業秘密なのかな、うん、あ、でもほら、うん、親切じゃないこれ、
ここに、うんうん、ここから切って食べて、うんうん、ニュッて出してここからさらに切って食べてみたいな、ほらローソン方式だよ。あ、なるほど、親切だね。うん、こうやってニュニュニュって出しながら、ね、うんうんうん、こう食べてくれる、うんうん、ね、街のホットステーション的な感じで、そうそう、これもらうね。メインだね。これはバッファロースタイル、バッファローソース、バッファロースタイル、ホットソース、ホットソース、バッファロースタイルのホットソース、バッファロースタイルのホットソース、うん、バッファロー、バッファロー、バッファロー、あのあれだ、 Wi-Fi とか、 Wi-Fi っぽい、開いた時にあの 5G みたいな、ああなるほどなるほど、 Wi-Fi の機械なんだね、うんうんうん、まあこれ多分ね、なんかかけるもんだろうから、うんうん、とりあえずほら預かった、あーなるほど。で、そうそうそう、ほらリカバリートレイルミックス、ほう、リカバリートレイルミックス、リカバリー、リカバリーっていう、リカバリーって回復、うん、トレイルって何、なんだろう、列車、それトレイル、トレイル、トレイル、多分なんかあの、うん、エクストレイルとかのトレイル、あなるほど、が混ざって、だから要はリカバリーしてくれるなんかなんで、なんかリカバリーしてもらえなかった、リカバリー、わけわからんやつを渡すんだな、そう、なるほど、これこれ、なるほど、うん、うん、次これ、はい、チーズスプレッド、あ、これあげる、ああどうか、これ前回、はいはい、あのチーズの味があっていろいろあったので物議があったので、うん、それはお譲りします、はい、なんで物議があったものをお譲りされてるかよくわからないけど、ありがとう、これはクラボ、はい、ハイドレート、はい、エレクトロイト、はい、ビバレッジパウダー、レモンライム、あ、これ飲み物だねきっとね、そう、水で溶いて、あ、はいはいはい、ビバレッジパウダーだから、あ、ビバレッジパウダー、あ、ビバレッジ、レモンジュースだよこれ、あ、なるほど、うん、ちょっとレモン苦手なんだけど、あ、なるほど、ありがとうございます、ビバレッジパウダー、ビバレッジパウダーね、なるほどね、うん、一瞬村の粉ってなんだろうと思ったから、それビレッジだと思ったはい、次、はい、はい、次はこれファーストストライキ、ファーストストライキ、ひっくり返してる、ナチューリ要はエナジーバー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 、皆さんにご了承ください、エナジーバーエナジーバーエナジーバー、なんかこう絶対これ食った時にあれで食べた時に歯持っていかれるやつじゃないかと思う、ああ今ちょっとやばいんで、やばい、ああありがとう、でもすごい土地たくさんあるねなんか美味しそうなもの全部そっち行ってるような気もしないで、あとガム、それはアクセサリーパケットっつって、そうガムとか、これはこの白いのは何、それトイレットペーパー、あトイレットペーパーなんだ、ほうほうほう、この怪しい、それ開けちゃっていいよ、開けていい、開けるね、おおお、これはそれはウェットタオル、ウェットタオル、ちょうどね、今天気がよろしい感じなので、うん、ちょうどいい、でこういうのもね、こうやって教えてくれる人がいるからだけどさ、分からないとさ、うん、どうしていいか分かんないじゃん、うん、分かんないね、そう、うん、そうだからね、分かんないものをいかにこう、うん、ね、分かんない現実をちょっと体験してみよう、うん、了解です、ミートガムと、それ塩かな、あ、塩は、ね、塩大丈夫、あれってで、これすごいですね、トイレットペーパーかな、以上で、以上、さあさあ、また紙入ってるけど、あ、説明書ではない、ないね、うん、こんなん貼ってますみたいなね、うん、そうね、はい、うん、トータルファット 7%、
トータルファット、うん、後継者デブ、トランスファット 0g、 トランスファット、まあまあいいわというわけで、はいはいはい、まずじゃあせっかくなんで、はい、食べていきましょうか。そうですね、うん、まずいただいてみましょうこれ、ね、はい、いただいてみましょう、うん、うん、でこれを食べて、うんうん、やっぱりね回復を待つっていうのは、ね、なるほど、うん、じゃあどれから開けて、まずそしたら、はい、うん、トルティーヤ、それともあのビバレッジパウダー、それ飲み物ずっとあの駄菓子買った子供よりも。ああ、なるほどね。スルーのか。スルーのか。お水がないからね、ちょっとね、それ作れない。作れないよね。ちょっとあれなんですか。じゃあ、なくても食べれそうなの。高いんじゃない、トルティーヤプレーン。トルティーヤってあれだよね。多分、うん。多分。パンっぽいやつだよね。多分、確か。うん。ね。多分、トルティーヤ、そう。じゃあ、ちょっと、このトルティーヤ。トルティーヤを開けてみたいと思います。オープン、はい、あ、すごい、おほら、おうおう、あちょっと待って、ちょっと待って今の伏せは何、ほら、普通に、うん、そうね、そうね、ね、うん、こうほら、トルティーヤが作れるんだよね、そうね、きっとね、これがあればきっと、ほら、チーズスプレッドと、うんうん、さっきのバッファローソース、うん、なんちゃら、うん、ホットソース、多分辛いやつだよね、あれば食べれるんだよね、うん、はい、はい、で、これが、うん、チキンチャンク、チキンチャンク、これも開けてみましょうか、まあ、ぜひ、せっかくなんでね、はい、オープン、アメリカ人のね、あの、ボロボロじゃない、想像したんです、うん、だけど、うん、開けてみたら結構ポロポロなのよ、食べやすくね、あ、一口最初からね、カットされてて、うん、いただいてみようかな、どうぞ、まずどうぞ、どうですか、美味しい、ほんと、うん、美味しいときた、うん、じゃあ私も1個いただいて、うん、シーチキン、あ、思ったよりもシーチキンでしょ、うん、チキン、うん、シーチキン、うん、いや、チキンだけどな、シーチキンじゃない、うん、でもシーチキンの味しない、うん、シーチキンだね、でも美味しいよね、うん、うん、まあ、うん、ね、で、うん、うん、で、うん、で、これが多分、これはあれだろ、うん、スプレッドしてる、こっちの方がいいかな、塩ちょっとしない、こっちがいいかな、バッファロー行く、絶対やばいやつ、うん、だからこれはソースっていうのは分かってるから、うん、こう行きますね、いやでしょ、うん、じゃあもうそれちょっと出して、うん、皆さんにお邪魔したの、あ、すごいよこれあのね、あ
タバスコ。タバスコプラスなんだろうね、この遠くに感じるこの微妙なバッファロー臭。うん、若干バッファローいるよね、この感じね、うん、だからこれはね、ソースだからさ、うんうん、ということはよ、うんうん、ここにトルティーヤがあり、うん、具がありソースがあるで、料理人がいる。はい、ってことは、はい、まさかのクッキーン、はい、この獣臭するやつ。頑張る。うちらのチャンネルじゃないからね。あ、そうだね。言葉通しもんね。そうだね。そう。そう。あまりね、あとまあまあ、ね、ちょっとね。ちょっとね、うん、あれしちゃうから、ね。そうそうそう。よそのチャンネルで、ね。よそのチャンネル。やるのはよくない。暴れちゃいけないからね。そう。そうですね。はい。じゃあ、こちらを美味しくなるか、うん、作らせて、そう、いただきます。はい。持ってよ。持ってきます。どこ行くの？あっちで持ってくんじゃないの？なんで？あ、ダメ？え、ここで作れと？マジで？だって、ここは仮設住宅。ちょっと待って、避難所です、ここは。避難所だ、ここで。どこ持ってくの？ここで持ってくの？そうね、ここであれしないで、全てあれしなきゃいけない。うん、でも、どうしたの？立ち上がってどうした？さすがに、ここでこちゃこちゃやるのがかなり厳しくないか？だから、それが現実なのよ。マジか。そっか、実際そうよって話。そっか、お母さん困ったな。うん、そういうことになるのよ。そっか、うん、そうなんだ、ね、避難所で配給されると そこの中で全てをしなきゃいけないわけですね。そうだね、何それで全て解決しなきゃいけないけど、ちょっと待って、これあの、うんうんうん、ちょっとですね、新聞紙ぐらいは自家してほしいなと、うん、思うわけですよ、うんうん、ちょっとこう汁ペロペロしてしね、なかなかね、なんかもうこう、うん、どんだけ大事なの。ちょっとお母さんを腕まくりしないと、ちょっとお母さん頑張っちゃうのね、スタイルにならないで。じゃあ、てけてん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 3分クッキー、ね、歌うと後から音入れないから。あ、そうだね。まあ、じゃあ聞くときますよ。じゃあ今日ね、3分クッキングじゃないな、30秒クッキングで。じゃあこちら、トルティーヤ1枚用意します。で、そこにちょっとね、あの、まあ、被災した状態だったので、スプーンもフォークもないっていうことで、あのちょっと手で、チキンを乗せます。これお好みの量でね、あの乗せていただければと思います。で、小さいお子さんね、なるべくあの小さめの、あの破片も入ってますので、あのそちらの方はのご利用いただければと思います。まあ、こんな感じで、まあ、こういう感じで、まず置きました。このチーズペースト。やっぱりね、あのタンパク質大事ですから、あのチーズのね、ペーストをね。いや、チーズ抜きでも大丈夫だよ。あ、チーズ抜きでも大丈夫ですか。お客様チーズをお好みではない。チーズ抜きでも大丈夫。あ、チーズ抜きでも大丈夫。チーズお好みではない。そのね、あのホイップ多くしますかっていうスタバのね、お姉さんみたいな、なんかね、こう若いのこうね、こう、それさ、ちょっと待って、えらいかけてるけど大丈夫これ。多分大丈夫と思うよ。一瞬手についたやつね、こう味見したけど、うん、なかなかよ。じゃあお客様チーズお酢でチーズね、お付けしましょう。はい、お願いします。このチーズベースですね、あのかけさせていただきます。お客様今日どちらからお越しですか。自宅がね、ちょっと倒壊してしまったものでね。なるほど、そうですね、ちょっと辛いですね。でもこちら食べていただきますと元気になるかと思いますので、ね、びっくりしたんですけど、チーズあのね、設定からしたら一緒に住んでますから一家族なんで、そういう設定だから。そうか、うん、そうか、じゃあ、そう、あなたの家も期待してるから。そうなんですね。そう、勝手。いや、
間違った。これチーズだ。なんかこうゴーダチーズっていうの。ゴーダ、そんな感じのチーズですね。まあちょっと見せる。あ、とっとけ。こういう感じですね。じゃあ、ちょっと。びっくりじゃない。いろいろと。しまうな。あれなんですけど、イエローや。なるほど。こたべっていう感じで。気をつけてね、顔パックリって。ああ、なるほど。で、お母さんすごい困ってる。これ、ごめんなさい。これね、そうね、こういけばいいのか。そんな感じでいっていただける。いただきます。いっていただけるね。あ、はい、食べにくい。そうね。辛っ。あ、でもね、美味しい。それは良かった。確かにね、これもね、美味しいね。それは良かった。単品で多分食べると多分癖が強いのかもわかんないけど、合わせて食べるとちょっといい感じになると。ちょっと贅沢にね、なんか作った人がウエットティッシュをこう贅沢に使うっていう感じでね。もしね、実際被災された時これ大事に使わないと、とても後悔することになるので、今気づきました。大事。食べてみない？じゃあちょっといただこうかな、お母さんも。じゃあお母さんこの半分でいいかな。じゃあ味見ね。味見して。味見というかね、そう。お母さんも作ってみようですよね。美味しさをね、確かめた方が。じゃあ、ちょっとね、半分で、ちょっと可愛く作りたいと思います。よいしょ。手で何やってんだ、このいい大人がというふうに思われるかもしれない。被災した時は、でも実際ね、こういう場面の時ってやっぱ困るよね。手がね、何が困るって、本当に手拭くものがないっていうのは困るんだろう。タオルとかね、ティッシュは大事やなと思いますよ。痛感したら本当に今思ってる。お子さんにはチーズとこのチキンだけっていう感じで、お召し上がりいただいて、まあ大人はね、ジャブジャブになるほど辛いのが好きな人は袋で飲みながら召し上がっていただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。ただちょっと問題があって、水分がすごい多いんですよ。ソースもびちゃびちゃ系な、ドロッとしないんですよね、ソースといえど。ちょっと水分多めのソースで、チキンもなかなかの水分量なんで、食べるときに確実に服をやります。汚します。なんでね、気をつけながらお召し上がりいただければと思うんですよ。結構辛いです。結構ね、辛いんだよね。本当辛い。ね、なんでほら、せっかくほらデザートとかほら、そういうのもあるから、他のもね、開けてみたいと思うんで。ちょっとね、これ本当に。これ何？リカバリートレイルミックス。この辛さをリカバリーしてくる。まあそういうことなのかな。今ね、割とね、口の周り辛い。かなりのヒリヒリしてる。ヒリヒリしてる状態で、開かないかない。これだってこっち側になって開け口ついてる。ああ、なるほど。これですね。
こういったものですね。なるほど、これはね、いいですね。うん、おいしい。人に決めするのは良くないと思う。お母さんお菓子しちゃうからね。お母さんお腹空いたってなるから。おいしい。お母さんって倒れると誰が洗濯とか掃除とかするのみたいなね、状態になるんで、ね、なるからね。まあ、悔しいからちょっと笑しちゃうね。なんかね、こういうね、ハト豆とか入ってる。ああ、ミックスナッツ的な感じなの、ね。ハト豆かな、違うね。ひよこ豆かな。ひよこ豆、違う違う違う、頑張るぞ、間違い、ガルバンゾ。いや、やめよ。じゃなかったっけ。あのね、ごめん、あのね、それね、日本のものじゃないから、記憶の前なんて入ってるわけないんですよ。そっか、なんだこれ。ガルバンゾ。あ、プレッツェルだ。あー、なのかな。これだよね。そう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 。これだよ、ね。見える？見える？これですね。あ、プレッツェル的な。スナックですね。だから、なんでこれ、ね、お口で溶けて手に溶けないもの食べてるのかな？これ開けてみようか。ファイヤーストライキ。まあ、これあれだ。これ本当に食べていいやつなのかな。はい、痛い。多分私これ被災したら生きていけないんじゃないかと思うんですよ。まず開けられなくて。これはこれはあのアメリカ人がもしかしたらみんな大好きな、こう、何、巨大カルパス。いや、おそらく入ってるのはベリー系なんかが入ってるんだと。ちぎれる系。ちょっと待って、無理、手では無理でした。ちょっと文明の力をちょっとお借りして、そういう時ね、ちょっと待って、そういう時に、はい、これね、チラシあるわけですよ。はい、このチラシを、折りますね。折りますね。はい、こういう時って新聞紙を使うよりも、こういうツルツルの紙を使った方が、破れにくいのでございますよ。あ、なるほどですね。あ、そんなあれがあるんですね。確実に事故が起ころうとしてますね、これね。すごい、柔らかいんだけど、噛み切れないじゃないかっていう。もう一回いきますよ、ちょっとゴミだらけなんでね、ちょっと事故みたいな状態になってますね。はい、もうこんな感じで、取りますよ、よいしょ。よいしょ、結構硬いです。結構もうなんだっけ、柔らかいソフトキャンディーみたいな感じのこう質感ですね。見た感じ、こういう、ほいほい、よろしいでしょうか。こんな感じで、こんな感じで大丈夫でしょうか。はい、ね、これね、ちょっといただいてみたいと思います。ちょうど言っていいですか、イエローさんは避けた方がいいと思います。確実に。あ、そういうやつね。うん、わかりました。じゃあちょっとこれはね。後から美味しく召し上がってください。了解しました。食べられなくなるやつです。くったりしてる。まあ、全部食いてぇな。まあ、さて、あのね、どうですね、実際ね、ほんとね、こうちょっとね、こうすごい食い散らかしたみたいな感じになっちゃってね、なんだけど、はい、やっぱりあれだね、
事前に、うん、あのやっぱり普段から何か用意しとくっていうのは大事だと思う。大事ですね、うん、本当にね。で、きっと、うん、あの食べ物とかあのそういったものって生活用品って、うん、でこういろんなところからね救援物資だったりとか、うんうん、中でもらえるっていうことはね多分あるんだろうね、うん、きっとね。そうね。そう、ただあのその時に実際これ今ねこういうふうにシミュレーションしてやってみたんですけど、うん、まず、うん、手がベタ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 なわけですよ、うん、でウェットティッシュね。そうね、ウェットティッシュは欲しい ね、うん、ね。おそらくねそれこそ水害とかにやってしまうと水は使えなくなって水貴重になっちゃうね。手洗うっていうことがまず難しいんじゃないかなと思うんで、万が一ねこういうサラダチキン的なものが来た時はパッケージ開ける時に水分もしかしたら入っているんじゃないかっていうのを確認した上でやらないと手がベタベタ、うん、でもまあウェットティッシュは必須、うん、必須だね、うん、であとあのアルコールの除菌とかで今ねあの携帯用のとかもあるから、うんうんうん、あれだね。そうね、うん、そう、うん、多分ね普段これ持ち歩いた方がいいね、うん、持ち歩いた方がいいです、うん、いやほらこういう場面って、ね、いつ来るかわからないじゃないですか、うんうんうん、でそうした時に、ね、いざって言った時にうち、ね、に帰ったら、うん、そういうの用意しとかね救援袋だけ、うん、非常持ち出し袋か、うんうん、あるならいいけど、うん、でこう外にね出先とかで出かけてる最中になってしまったら、うんうん、もう、うん、普段ねカバンとかリュックとか持って歩いてるんだったら、うんうんうん、その中にあのなんだっけウェットティッシュ、うん、ウェットティッシュとアルコール除菌剤、うんうん、あとはお菓子、これ持ってると多分いいと思います。でその時使わなくてもいつ来るか分かんないんでね、まあ、あとねマスクとかもねあの、まあ、ね皆さん予備とか入ってるのかもしれないですけど、うんこんな感じでね、なんかカバンの中にねこう、うん、ダイソーとかのポーチとかにこうまとめてね、うん、普段から使えるような、うんそうね、装備をしといた方が、うん、なんかちょっと女子力高めな感じ ですけどね。まあね、うん、でもいつね何が起きるか分からないからね、うんはい、こんな感じでね、うん、あのカバンとかに、ね、常に忍ばせておいたら、うん、いいんじゃないかなっていうふうに今日は本当感じました。はい、はい、分かりました。助けてください手がベタベタです、ねはいねはいね、ずっとあの最初こうだったんですけど今こうですからこうなりますね。本当に実際こうなりますね。なるんだよね、はい、きっとね、うん、あとねきっと このせ、ねはい、狭さだと、うん、多分隣の声とかもね聞こえるから、うんうんうん、やっぱりのいちゃんのイヤホンとかね あるといいです ね、 ね うん、そしたらねプライバシーっていうか、まあ、横の声とかね周りの音とかも聞こえなかったとかね、あとモバイルバッテリーね、うん、モバイルね、うん、そうなかなか持ち物増えるもんだ ねでも、うん、でも普段から使えるもんだからね。まあねモバイルバッテリーなんてね、うん、日常使えるし、うんね、あのイヤホンとか皆さん持って歩いてるだろうし、うん、スマホと一緒に ね、うん、ねあとウェットティッシュって普段から持って歩けば何かに使えるだろうし、うんうんね、アルコールの除菌剤もね、うんうん、持ってたって、ねうん、皆さんねこう使ったりとかされてるでしょうから、うん、やっぱり日常のものっていうのは、うんうん、常に身につけておくべきですね。はい、はいうん、勉強になりました。勉強になりました、はい、今日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価していただけるとまた自分たちも頑張っていけると思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。じゃあまたね。